よし、人間。今日は十五夜だ。今日は十五夜だ。乾杯。ぴょん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 。ぴょんつけます？つけよう。はい。おい、ここ土足厳禁、土足厳禁、土足厳禁だぴょん。母ちゃん、客だぴょん。あら、いやいだ、うさたの、うさじのきなぴょん。うさじも呼んでくる、呼んでくる。隣のうさださんも呼んでこなきゃな、ぴょん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 。どうし人間、今日は十五夜だぴょん。乾杯だぴょん。ぴょん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 。うさぎと俺たちの、うさぎと俺たちのお付き合い。月で会うだけにお付き合い。付き合いきれるかーい。もっとショッピング的な感じの方がいいの？まこと？外人？まあそんな緊張すんな。そっちの方がいいね。まあそんな緊張すんな。まあそんな緊張すんな。月のうさぎが出迎え、月のうさぎが出迎えてくれるさ。笑いはさっきの方がいい。ぐらい。ご機嫌な感じで。了解しました。はい、こちら準備完了しました。はい。お願いいたします。こちらも準備 OK です。よろしくお願いします。ヘッドセット装着。ニコ生の皆さん、おはようございます。大変お待たせいたしました。来た来た。このなんつーの？マイクから自分の声が聞こえてくる感じ？はいはい。たまらんばい。あ、じゃあ音量チェックお願いします。はーい。あ、すいません、開けちゃいました。ズンドコ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 、OK です。きたきたオードリーは。はい、それじゃあ行きます。はい、はい、皆さんよろしくお願いします。3、2、1。俺はついに月に向かう宇宙船のクルーに抜擢された。まあそんな緊張すんな。月のウサギが出迎えてくれるさ。先輩は冗談で言っている。でも俺は本気で月のウサギに会うために今まで訓練してきた。来る日も来る日も。3、2、1、ファイヤー。だってウサギは寂しいと死んでしまう。俺がウサギを助けに行ってやるんだ。そして俺はついに月面に足を下ろすことになった。おい、ここ土足厳禁、ぴょん、脱げ、ぴょん。え、聞こえねえのか、ぴょん。土足厳禁だ、ぴょん。母ちゃん、客だ、ぴょん。あらやだ、ぴょん。うさたろう、うさじろ、来なさい、ぴょん。うさじを呼んでくる、呼んでくる。隣のうさださんも呼んでこなきゃ。フォフォピョン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 。よし人間、今日は十五夜だぴょん。乾杯だぴょん。ピョン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 。うさぎと俺たちのお付き合い。月で会うだけにお付き合い。付き合い切れるかい。それでも地球で行きたいな。ぴょ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 、岡部すずめです。15、大原誠です。それでも地球で生きている、通称デモ Q。 はい、この番組では新人声優の岡部と大原が外ではできない悪ノリトークや勢い任せな企画をお届けいたします。いや、そんなこの番組も今回で82回ですね。ハニーハニーをハブするぜ。はい、クール終わりまであと3回でございます。3回っすよ。早いね。早いですね。早いよ、ほんとファイナークールですよ。もう早いといえばですよ、はい、もうあれだけ暑い暑い言ってた夏も秋目前でございます。そうですね。いや、早いっす。この季節にふさわしいおはがきをね、いただいておりますので、ご紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、いつもありがとうございます。マヨネーズ星人さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちきゅう、こんにちきゅう。79回放送では私のお手紙をたくさん読んでいただきありがとうございました。にしても送りすぎですかね、汗と気にしつつも手紙を送っちゃってますが、
この声大丈夫？うん、ちょっと耳障り。そうですよね。すいませんでした。今年はことごとく花火大会を見に行けてないので、今インターネット動画を見てました。おお。私が見た投稿者さんは結構間近で撮影されていたようで、その場で見てる感覚になれすごく楽しめました。お二人は花火大会を見に行ったりしたことはありますか？といただきました。はあ、もう花火もバーチャルの時代ですか？いや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 、花火大会、あ、この前だ行ったって言ってなかったっけ？行きました。ね、あれあの神宮外苑花火大会に行きまして、はい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 、でも人がすごかったんですよ。あ、やっぱりね、うん、でなんか地元の人はもう慣れてるのか、ほうほう、すごいですよ、あの路地裏にもうブルーシート敷いてそのまま座って見てるんですよ。そんな卑猥な。何がえ、何が、外でブルーシート敷いたあれやこれや、いや痛いじゃんその膝が。そんなことまではしねえよ。何打ち上げてんのお前。いや違う、俺この夏さ、はい、もうお尻とおっぱいにしか目がいかないんですよ。なんでだよ。やばいんですよ。なんで、どうしたの。わかんない、欲求不満なんじゃないですか。かもしれない。そうですよ、ね、夏の暑さにやられたんじゃない。もう夏の思い出、僕はお尻とおっぱいだけです。あ、やめてください。なんで花火打ち上げなかったんだよ。お前の脳内で打ち上がりすぎなんだよ。パーン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 。ということでですね、今日はあのちょっと夏を少し落ち着かせて、はいはい、秋ならではのジンベエを着てます。秋ならでは。ちょっと違うのこれね。まあでもなんか夏から秋のまたぎのイメージは、ね、うん、ちょっと涼しげな感じのね、はいはい、ジンベエ着てます今、はいはい、どうですか、似合いますかね。プライベートで着れなかったね。ということで秋が目前ですから、はいはい、皆さんにはこの虫の鳴き声聞こ、リーンリーン、シュミ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 、どうですか、秋っぽいでしょう。ということで残暑厳しいですが、秋を先取りして皆さんにワクワクをお届けしたいと思います。はい、それでは秋に向かってデモ系発進。シェロさんすいません、こっちのパソコンの映像が消えてしまって。ん？マジで？はい、ちょっと待ってね。あー、ありがとうございます。目がしょぼしょぼする。飛びイカピューン。イカだと？飛びイカピューン、はーい。 Now。 はい、Now でございます。Now です。 Now 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 しました。 Now 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 Now増えていく。どんどん、あ、埋まる埋まる、コメントが埋まる、コメントが埋まる。はい、準備ですか。はい、オッケーです。はい、それではいきます。フリートーク3、2、1。普通のお便り、せーの、いただきます。いただきます。せーのって言った意味ねえじゃん。すいませんすいません、チェックミスでした。さあお団子を食べましょうかね。はい、十五夜なのでね、9月といえば俺みたらしー。わー、いや、じゃあ俺あんこいただきます。はい、ということでね、十五夜気分でお団子を食べながらお届けしたいと思います。はいはいはい、はい、美味しそうですね、はい、うん、うまい。あの台本今確認するのやめてください。いや、違うんです。何ですか。あの1枚足らない。ということで、じゃあマコが探してる間に僕が普通のお便りを紹介したいと思います。 ありました、よろしくお願いします。おっせ、はい、G5 キュブリチャー男優さんからいただきました。いつもありがとうございます。デモンチは、デモンチは先日人生初のバイトを始めました。はい、はい、お、夏休みの間なんですが、炎天下の中での仕事が多いのでなかなか疲れます。しかしバイト代が日払いなので、やる気とともに財布が膨らんできます。いいな。 お二人は思い出に残るバイトを何かしていましたか、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。思い出に残るバイトか、なんかありますか。俺結構バイトはいろいろ思い出に残ることがありますよ。例えば僕、あの、ちょっと前に、はい、あの結婚式の二次会のお手伝いをしたことがあって、うん、あのやっぱウェディングドレス、二次会もウェディングドレスで、あの会場が広いから来る時があって、うん、花嫁さんがめちゃくちゃ綺麗で、うん、やっぱなんか幸せそうなんですよね、やっぱり。でしかもその幸せな2人をこうみんながお祝いするわけじゃないですか、うん、はいはいはい、あれがねすごい、い
いい仕事したねそれは。すっげえ。あとね僕実は一時期某特撮ヒーローの、はい、隊員をやってたことがある。お隊員詳しくは言わないですけど某巨大化する特撮ヒーローの隊員をやってたことがウルトラ的なあれですか。いやそうまあまあなんかはい、はい、そうですよ、それ的なあれこれやったんですけど、僕でもそれ寝坊が多すぎて首にあった多分ね世界初のね寝坊で首になるうな隊員っていうねことがありましたけどね、はい、子供に夢を与えるものは頭じゃないですよね。本当にご迷惑をおかけしました。本当だよそんなことがありましたけど。なるほど、はい、僕もサイゼリアで酔って判決を出してマコにおんぶをしてもらうっていう、はい、もうあれは一生忘れないですね。最悪ですね。もうお互い最悪やな。本当ですよね。岡部君ね、自分の働いてるバイト先で、うん、サンザワインかっくらって酔っ払ってぶっ倒れるっていうね、それを同居人に運ばせるっていう ね、 ねひどいよね。本当にろくでもない人間ですよ僕ら。本当にいやもうちょっとじいさんはそうならないようにどうですよ自分の目標のために夢も財布も膨らませて、ね、僕らなんかよっぽど素晴らしいですよ、うん、本当にもう頑張ってください、はい、応援しております。ぜひそのお金でね、はい、デモ級のイベント来ていただいて、あとアスカのフィギュア買って僕にください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では、ひどい締めでした次のお便り、はい、はい、デモ級ネーム鈴之助さん、群馬県の方です。ありがとうございます。まこさん、すずねくん、こんにちは。こんにちは。先日はまたフリバティー団の公開でお世話になりました。ありがとうございます。本当に、うん、先日ねちょうど今フリバティー団の第3公開 S が終わって最初のラジオですからね、うん、ですね、はい、やりたいことやったもん勝ちだけど、どこかあったかいまこさんが可愛かったです。ありがとうございます。中西まりやさんとの夫婦役や、大橋ことにゃんとの親子役という間柄が見られたのも舞台ならではの面白さですね。そうです、僕今回父親役をやりました、うん、本当にありがとうございます。里本家の小屋ちゃんはダークファンタジー的にかっこよくて、さときちゃんは正統派ヒーローっぽく熱血、オッサーこと長田真也さんのまさかのとんでもコスチュームや、前作 P でも不思議な役回りで活躍した田辺真奈さんのオーラが印象に残っています。今回はキャプテンアレックスの脚本演出だったわけですが、どういうわけか出演してなくてフリーダムなコスプレでの挨拶と一部ナレーションでの出演には驚かされました。今回はお客さんもたくさんいらしたようで、無事公開が終えられたことに安心しております。ではではと。ありがとうございます。ちょっと事細かに書いていただいて嬉しいです ね、 ねえ、これ役者陣も喜びますよ、これ聞いたら、ね、無事になんとか終了しましたね。本当ですよ。いいじゃなくて S も、いやもう本当僕たちの夏のスケジュールはあれですよ、フリバティ団に侵略されましたよ。そうですね、丸ごともう 100% フリバティ団でしたね。本当夏何もしてねえもん俺夏僕役者の家に泊まりに行ってひたすら小道具作った時しかないですね3日4日同じ服同じパンツだったもん、ね、本当ですよ本当ですよ。いやいやいや大変だった。しかもこのタイミングでね、じゃあちょっと聞いてくださいよ皆さん、ね、フリバティ団の公演が間近でクソ忙しいこの時期にですよ、うん、岡部くんがうちのガス代払わなかったせいで、うちでシャワーが浴びられなかったんですよ。仕方がないからもう水で頭洗うっていう。さ、夏でも寒いんですよやっぱり。すいませんでした。本当に地獄でした、ね。あ、でも思い出に残ったじゃない。お前言うけどな。お前前回の公演でも同じことしてるんだぞ。こいつ前回の公演でもガス代払いそびれて。なんでかね。もう毎回ガス代を払いそびれるんですよこいつは。ね、なんでだろうね。なんでだよじゃねえなんでだろうって、お前が払わねえからじゃねえ。いやそんな僕たちですけど、はい、秋こそは何かしたいことってありますか。秋こそしたいこと、うん、でもやっぱ夏は はしゃいくじゃないですか、はいはいはい、だから秋はやっぱりまったりしたいですよね。ああそうだね、うん、お前団子食いすぎだよ。いやうまいんですよ。俺1個も食ってねえのにお前もう2本目じゃねえか。いやうまいんで柔らかくて美味しいですよ。うるさいよ。でもそういうまったりはやっぱしたいですよね、うんうんうん、なんか縁側で夜中にこう和菓子食ってまったりとかしたいじゃないですか。いいよね、旅行とかも行きたいよね。夜の散歩とか、あ温泉行きたいですね。あいいっすね。あそういえばなんかどこぞのどなたかが温泉にこの間行かれたそうで、はい、ああ、素晴らしいです。なんか男2人で行ったという噂行かれたそうです。鬼怒川あたりに行かれたそうです。ね、羨ましいですね。僕たちも行きたかったですね。いいな。いや、どこぞの局長とみっくんいいな。バラしちゃった。バラしてないよ。どこの局長かなんて分かんない。そうか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 。いや温泉行きたくないよ秋に温泉。行きたいね。超行きたいな。ちょっとメンバー募って行きましょう。
あ、ね、行きたいですね。あ、なんかちょっとあれの話かもしれないですけど、はいはい、モンハン3あるじゃないですか、はいはい、モンスターハンター3、はいはい、であれが舞台が温泉とかがあるじゃないですか、うんうん、それをピックアップしてどこかの県でモンハンの温泉ツアーみたいなのを作ってるところがあるし、ちょっとそういうとこ行きたいですよね。行きたいね。今度一緒に行きましょう。じゃあちょっとこの秋はモンハンに勤しみたいと思います。そうですね。はい、皆さんの秋についてのお便りもどしどしお待ちしておりますんで、はいはい、送ってきてください。はい、以上普通のお便りのコーナーでした。OK、 6分55終了。ありがとうございます。すみません、ちょっと長くなっちゃいました。お前がもちゃもちゃしてっからで、ね、マイクに入ってんだよお前のもちゃ音が。ほらほらこれはソフトクレームだよ。岡部は何も食ってるもん、うるせえよっていうからソフトクレームですからね。俺がなんで面白くねえよ。アハーじゃねえよお前は。林やパーか。面白い。もちゃもちゃ、お前やけど俺だろ。すいませんでした。もぐ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 。僕はちゃんと休憩中に食べますか。あ、ありがとうございます。お茶もらいました。あ、お茶、お茶もだからもちゃもちゃすんなよ。うるせえ、汚ねえよ、もう。はい、それじゃあ次、浮かんない人です。はい、お願いします。お前、マイクに持ち合うと最悪だぞ。ま、デモ級だからね。あ、受け取っちゃった。はい、それじゃあ準備は OK ですか。はい、お願いします。はい、了解です。タイトルコール。うっ。うからないと。ミッドナイト、好きな子で妄想して眠れなかったのも全部深夜だった。トゥナイト、あなたは何をする。このコーナーは資格取得を目指す、または目指していたエピソードを紹介していくコーナーです。今夜も僕の部屋へやっかさっさっさ。いや、前回これ言えなかったからすんごいテンション高い俺今。超嬉しい。やっぱこの叫びをやるために俺はあの毎月アルファに足を運んでるってでも過言ではないね。学習でしょ。ええ、学習ですか。はい、ということで、受からないとのお時間です。今回ついにトーコルの結果発表をしたいと思います。あれ進んだ。あ、するんだね。します。なんか今までで一番さっぱり言ったから、ね、いつも発表しないときすごいためるのに。確かにね。ついに結果が来ましてですね。はいはいはい。トーコル、受かる受からないっていうものではなくて、あのトーイックとかトイフルみたいに点数で届く感じのやつなんですよ。はい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 、はい。なので、今回あの何点取れたかっていうのをご報告したいと思います。おお。今回僕が受けたトーコルのファーストというものに関しては、50点満点なんですが。50点満点。僕目標をねちょっと低めに30点にしたんですよ。30点だって。50点は取れないかなと思って。50点うるせえよ。俺の結果報告かすむだろ。ファースト。そっから来てんだよ。説明しなきゃわかんない俺。はい、ということで、はい、30点目標にしまして、はい、実際取れた点数がですね、じゃじゃん、20点。でもちょっとよく考えてくださいよ。50点満点中20点っていうことは半分も取れてないってことですよ。100点中40点ってことですよ。で、つまり赤点ではないってことですよ。はあ、ねえ、ちなみに20点だと、はい、どこまで活かせるの、その能力的に。いや、あのファースト自体が、そのトーコルっていうか、その色と光の知識を、うん、勉強する上での前知識みたいなジャンルなんですね。
まず前提として押さえておきたいところを勉強するやつなんですけど、それが20点ということは多分何も活かせない。ダメじゃん。だってこれ自慢できるわけでしょ、要は こんだけ取ったんでこの仕事に活かせます的なさ。そうですそうです。なんで、こんな認定証が届いたら20点だぜイエーイっつって見せたいと思います。はあ、俺も受けてみようかな。いいじゃないですか、やってみてください。鈴音よりいい点取れるということで、次回はマコが前回ね提案してくれた妖怪検定を10月に受けたいみたいと思います。おお、じゃあ一緒に受ける。おお、いいよ。対決する。どっちが点数高いか。じゃあ点数が低かった方、高かった方が受からないと乗っ取れるっていうことでしょうか。それか妖怪検定だから一人肝試しね。それちょっと俺やだな。まあでもちょっと頑張ろう。オッケー、じゃあちょっと妖怪検定で勝負締めましょうか。バトルシリーズ始まった。オッケーオッケー。よし、燃えてきた。お前楽すんなよコーナー的に。大丈夫です。じゃあちょっと皆さんそれもちょっと交互期待ということで、はいはいはい、聞いてください。ありがとうございます。またこの部屋でごきげんよう。なんで今エコーかけたんですか。いや、そのまま残ってた。ほら、ざわついてるよ。またもちもちゃ。あれ入ってました、ごめんなさい。避けて食べてるつもりだったのに。新たなバトルの予感か。すごい、魚介類がすごい飛んでる。かわいい。あ、すげえ。ほんとだ、かわいい。超透明で。カニマイレヤ、あ、ほんとだ。バルタン星人みたい。あ、ほんとだ。え、すげえ。ね、かわいい。金魚。あー、金魚だ。左側が目とか顔でしょ。なんとなくすげえ飛んでくる。ピョーン。すごい、ね、コメント水族館よ。ね、やべ、水族館行きたくなってきた。あ、行きたいね。すごいっすよ。地元の品川水族館なんですけど、夏の来場者数がもううん千人っていうレベルなんだって。一日。そう。だよね。うん。すごくない？品川にうん千人だぜ。俺ちょっと品川バカにしたけど、うん、そうだね、うん、しかもあれ品川っても若干大井町大井寄りだから。そうだね、うん、品川には品川でアクアスタジアムだっけ。あるんだ。ある、プリンスホテルの。ああ、はいはいはい、あそこは10時ぐらいまでやってるらしい。へえ、夜行きたかったら行ける。夜に行きたかったら行ける。そう、なら行きたい時に行ける。いいね。イルカ、イルカとかペンギンとか。うーん、いや、あ、トビイカ、トビイカかわいい。イカが一番かわいい。イカ、イカ、イカ、イカ。岡部すずねの1分間アワー。この間あれなんですよ。エクセルショールっていうカフェがあるじゃないですか。そこに行ってきたんです。で、朝だったかな、かわいい、朝に行って、で、まあ、何気なく注文してお金渡しますよね。で、なんか結構混んでて、で新人さんだったのかちょっとテンパってたんですね、店員さんが。で、雨の日もあるしね。どういうこと？テンパってたんでしょう、ね、それマコでしょ。それでお釣り渡された時にね、はい、あれなんですよ、お金を受け取る方の手のひらをギュッて握ってくれたんですよ。多分落とさないようにっていう一生懸命さがそうなったと思うんですけど、ちょっとドキッとするよね。見える。いや、男じゃねえし。ああ男だったらちょっと強いですって言うわ。ちょっと可愛い女の子でオイラドキッとしましたよ。もう本当にね、こういうことを一つ一つ蓄積しないと日々を過ごしていけない。日本ってな、本当にな。別に音楽に合わせて喋らなくてもその前の
トークがそんな感じだったから大丈夫だ。前のトーク合わせだから今用意してくれてる音源。今から始めるわけじゃないから。そっか、こっちじゃないんだね。そうですか。でもいいですね、小さな幸せ感じ。すずね、昨日あれでしょ、この間あれでしょ、うん、足にセミ止まって泣いてたんでしょ。もうほんとほんとあれですよ。まだフリバティの後悔が始まる前でかなりテンパってて、いろいろ用意しなきゃ用意しなきゃと思って朝カフェに入ったんですよ、はいはい、で、もちろん店の中なんで、クーラーとかも効いて涼しかったんですけど、なんかやけにジジミン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 つってセミの鳴き声すんなと思って、超クリアに聞こえてて、でえああニコ生が終わる、だから早く全部言っちゃえよ、だからで足にセミが止まってました。泣いてたんでしょ、うん、セミが。もうなんか超至近距離でミンしかもどこで泣いてるか気づかなかったでしょ、しばらく。そう、あれ、ね、これすげえはっきり聞こえるけど SE かなと思ってチラッて下見たらセミ止まってるやんっつってブーブーブーっつってめっちゃ払った払った。しかも他行ったら泣きやんじゃった。そう、泣きやんじゃった。よっぽど居心地よかったんだよね、鈴音の足がね。俺は木か。楽しくなっちゃったんだよね。おここ超落ち着くっつって俺泣いちゃおうって思ったんだぞ。超かわいい。いや、あれびっくら超えた、ほんと。ちょっと愛着湧かない、自分とこだけ泣くとか。いや、わかないっすね。マジで可愛いじゃん。いやいや。あ、次枠に飛びますね。次枠、次枠、次枠。次の枠に、わーわー、ぽよよよ。ぽよぽぽぽよ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